皆さんこんにちは。ってことで、5.1 実装1人目、白年です。岩元素キャラクターで、カチーナが防御槍だったので、炭造の防御片手剣は白年が担当になるんでしょうか。というか、白年にサングラスをマービカが依頼してるってなかなか意外な展開ですね。一応炭造職人みたいな説明がされているので、固有テンプに炭造系の補助能力があるかもしれませんね。くらいで、あとはほとんど謎ですね。この横長の公式画像からも特に武器の特定とかはできなさそう。あとはカチーナと同じ部族っぽいので、5.1 の拡張は少なめかもですね。そして、15分くらい情報を待ったんですが、追加の情報がなかったので、一旦これで動画を終わりにします。他のキャラがあったら追記するので、よろしくお願いいたします。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。